こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。では3つ目の島、これから始めます。これ初動が大事ですからね。みんな左行ってますね。木は選べない。あー、いいですね。キャンプがいきなりある。キャンプが近いのはすごいメリット。よいしょよいしょ。拠点に行くまでにいろいろ済ましちゃいます。はいはいはい。あ、嫌がらせをしようと思ったわけじゃないですけどね。はい、やや、はい、さあ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 、このカフェ作っちゃいますか。探索をしましょうかね。先ほどの動画みたいに、一番最初が一番リスクは少なく探索できるんで、このメリットは生かしていきます。で、宝箱も できれば開けたくないんですけど、余裕があればもらっちゃいます。いきなりここまで広げちゃうのもありです。ただ右側にキャンプがあったんで、右側から最初行きたいんですけど、まずは何があるのかを調べます。犬ですね。犬はちょっと後にしましょう。すぐ食べられちゃっても困るんで。ポータルがあって、またキャンプか。はい、あ、このタップをするとコインを拾っちゃうのが良くも悪くもある。あー、宝箱スルーしましょうか。二つ目のポータル、あ、どうやら壁ですね。あ、じゃあ右側から開発していきましょう。右側を資金源にして、で、船を作って、高飛びの準備をして、で、左側を重点的に、重装備に、バリスタもバリバリにしていったりして、攻略を進めていきます。あ、まずいな。敵が来ちゃう。敵が来ると攻撃受けちゃうんですよね、この。2回ぐらい、1匹か。よし。さっき来ましたもんね。なんか時間差で。来ないかな。来ない。来ないですね。よし。見られると、あれ、嘘、鍛冶屋がいない、大工がいない。え、大工がいない。大工乗り込んでなかった。そうなんだ。まずい、まずいよ。夜に仕事を始めちゃう。あー、まずい。襲われる。しかもそこら中に木を切ってねっていう指示出しちゃいましたからね。これはまずい。キャンプ、お、いいですね。右側に桟橋と船があるっていうのは、来ました、神アイテムです。これアイテムじゃないわ、像。これはまた使うときにしっかり説明します。さあ、亡霊がいますね。昔負けてしまった王様ですね。あ、ここはいいですね。鹿さんと選手交代できます。見てください、このスピード。スタミナもあって、そしてスピードも速い。お、はい、広いですね。右側にポータルが2つ。あ、家があった。これバリスタばあさんだったらいいな。実は違うおばあさんもいるんですよ。あ、結構広いな。お、2つ目の家発見。で、桟橋か。よし、来い。いいっすよ。行きましょうか。はい、お腹すいたんで食べちゃいましょう。そうですね、夜になりそうだ。じゃあ、ちょっと左側を固めましょう。
大工は3人か。で、戦力も上げつつ、ここを、ここまで上げときます。で、夜が来て、襲撃が終わったら、速攻で右側に行きます。しかも結構深く行きます。なんで、あの大工さんは、こう、挑発するんですかね。その壁の外にいて、来いよ、みたいな。カモン、みたいな。あ、ほら、挑発するから。はい、楽勝。楽勝、終わりました。で、ちょっと自分で、この動画の中でもう話してるのかどうかが自信ないんですけど、大忘れしてるんで、もう一回言う形になるかもしれないんですけど、なんか言った気がするな、怖いな。お金だけくれる人っていないですよね、この島。その話しましたっけ？自信が全然ない。どうだろう。言ってたら恥ずかしいな。そう、だから難易度上がってるって話なんですけど、もしかして2回目ですかね。うわー、嫌だな。まあいいや。で、結構深くまで切り込もうと思ったんですけど、ポータルがあるんで、それより手前で拠点を作っていかないといけない。で、手前に切り込んでいけるとこはないんですよ。これ全部切れないですよね。なんでかっていうと、林の中心だからです。これも切れない。この切れない。で、これ切っちゃうと、キャンプなくなるんで、それは絶対嫌なんですよ。っていうことは、ここが今のところ、広げられる最高の地点になるってことです。で、そうすると収入が増えないんで、困りますね。で、どうするかっていうと、しょうがないんで左側を攻めます。そう。なるべくコスパが良く立ち回っていかないと、あっという間に資金不足になるんで、それは避けます。もう日も暮れちゃいますが、この二つ切ってもらいましょうか。間に合うかな。そうそう、この辺まで行きたいんですよね。襲われてますね。そう、この辺一気に来てもいいな。ワンちゃん来るかい？もうちょっと待とうか。ゲートがあそこか。いいっすね。そういう意味でもここ、翌日あそこまで行きましょうか。ああ、いいな、小川で農家を早く育てたいですけど、左側は、壁側なんで、壁側ってことは大軍が押し寄せるんで、そこには農家は作りたくないんです。作るなら右側。なんで今行き詰まってますね。ちょっと、左に行くしかないし。どっちから来るかな？多分左からだ。さっきポータルが起動してましたからね。で、あんまりお金もないぞと。そんな中、何をしていかなければいけないかっていうのは、はい、ありがとう。予告通り襲われた。かわいそうに。よし、切り込むぞ。で、まずはこれだ。ワンちゃんどこにいたかな。ここか。よし、おいで。あ、そうそうそう。で、この鹿に乗ると鹿に好かれるんですよ、こうやって。あ、やられちゃった。かわいそう。惚れる相手を間違えてしまったんだね。あ、そうか。ちょっと悪いこと思いついちゃった。どうしよう。コインがちょっと足らんか。いや。よし。もう知らん。
や、投げ割りになってるわけじゃないが、勝算は十分にある。ちょっと乱暴にプレイしてみよう。何をしようとしているかというと、この島には初めて騎士兵を連れて行けたんですよ。で、今ちょっと急いで拠点のレベルを上げて、で騎士兵を作って突撃させてポータルを壊そうと思ったんですけど、あ、もういるわと思って、行く？ちょっと遅いか、今から行くと。ちょっとコインも欲しいし、多分お腹減ってるよね。あ、この騎士兵はお腹いっぱいだ。よしよし、行くか。決断の遅い王様、よくないね。ほい、あ、これやっちゃいますか。うわ、これ何かというと弓矢が灯りましたよね。弓の攻撃力が上がるんですよ。で、攻撃力上がるっていう一言で片付けられないぐらい攻撃力が上がるんですよ。ちょっと見てみましょうか。まず矢のエフェクトも変わるし、正確性が上がるって感じですね。で、攻撃力も上がるんで、体感的には、おーおーおー、来た来た来た。体感的にはなんか、2、3倍まで強くなってるぐらいの破壊力があります。だから、さっきの像は、もう、あるのとないのとでは、その島の攻略、ないの変わりますからね。大幅に変わりますよ。結構遠いな。コインは、あ、ないじゃん。コインないな。反撃に耐えられるかな。ま、確実に落としてくれるんで、もう、他のマネジメントしますね。5日目。やばいな。ブラッドムーンと重なるかもしれない。ないですか？壊れました。壊れました。ということで。今回の収録はここまでになります。次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。